どうも、ベタです。三国無双やっていきたいと思います。はい、本日は、テレビ CM 放映記念パック買っていこうかなと思っております。こちらの方は、3000円で、星4から星6の、大凶、孫昌公、細分岐、確定ガチャ。この巻物が6枚。まあ、自分的に孫昌公ね、今スキルマ目指しておりますので、ありがたい感じとなっております。そして、なんといっても2番目、星3の衣装箱。これはかなりいいと思います。まあ、自分的に、まあ、何個か、数個ね、手には入れております。ですが、まだまだこちら欲しいです。レベルアップなどもしたいし。なので、今回、引こうかなと思っております。で、あとは高級経験単5個となっております。まあ、とりあえず、衣装持ってない方は引いてもいいのかなと思いますね。前回のイベントで、いつだっけ、芝居のイベント中に、衣装箱、手に入れることができました。まあ、その時は芝居でね、精一杯だったってもあって、そんなに手に入れなかったんですよね。はい。皆さんもね、衣装箱持ってない方は、衣装持ってない方は、まあ、引いてもいいのかなと思います。では、買っていきましょう。はい、買っていきまーす。はい、買ってまいりました。では、とりあえず開けていきましょうか。はい。3つ。まずは巻物からいきたいと思います。まあ、とりあえず孫昌公出てくれるのと、大凶、細分岐は金持ってないんで、あ、大凶は持ってる。大凶は持ってるから、できれば細分岐、もらいたいです。まあ、孫昌公もワンチャンもらえればな、と思ってます。今、孫昌公がちなみに、スキルマまで、もうちょい。3、2、4。2、3、6と。まあ、あと20あるのか。結構大変だな。なので、まあ、孫昌公、銀が出てほしい。金が出るとね、やっぱ食わせにくいんで、できればお願いいたします。では、とりあえず、やっていきます。さあ、1枚目。何が出るかな？星5が出てくれてもいいよ。星5の巻物っていう感じでも全然嬉しい。はい、大凶。星4か。星4じゃないんだよな。さあ、もう一丁。星4の、孫昌公なら食わせる。細分岐、星4。星5来いよ。せめて星5来い。金じゃなくても星5来い。さあ、来い。奏でましょう。細分岐、星4、銀。いらないなぁ。それじゃない感がすごい捨てる。はい。では、せめて、星4なら、孫昌公。細分岐、星4、銀。違うんだ。あなたばかりじゃない。さあ、3連チャン細分岐来てますが、あと2枚。何が来る？孫昌公、星4、銅。まあ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 、いいでしょう。せめて1枚ぐらい星5来ないかな。ちょっと確率悪いんだけど、お願いします。星5。大凶、星4、銅。あらら。残念でした。ってことは、もう、大凶も食わせていいよね。で、とりあえず、孫昌公を食わせていって、金はいっぱいあるんですよね。でも、金はね、なかなかね、食わせれないんですよね。何かあったら怖いと思って置いちゃうんですよ。はい。で、あとは、大凶。大凶も、星5は結構あるんですけど、星5は食わせたくないんで、星4だけ食わせます。星5はね、昇級の時食わせたいと思います。そして、あれどこ行った？そうか。あいつはキャラがいないから、これで引かないといけないのか。はい。では、スキルね。新しい改変で、スキル誰上げてもいいので、どんどん食わせていきたいと思います。はい。で、とりあえずこれで細分岐は OK ですね。はい。巻物編はこれで終わり。では、衣装箱。衣装箱を開けていきたい。はい。大凶の衣装、周遊の衣装、芝居の衣装、細分岐の衣装、孫昌公の衣装、そして張飛の衣装と。まあ前回と同じ衣装の種類ですね。さあ、いいものが来てほしい。はい。今現状こういう形で星4が1つ、星3が2つとなってます。はい。なんでね、星3もうちょっと欲しいところです。はい。で、攻撃のついたものが欲しいね。攻撃ついたもの1枚も持ってないんですよね。なので、攻撃ついたものが来てください。
では、やっていきます。さあ、芝居。また芝居が来たな。芝居ばっかだな。そして、攻撃ついてて。ついてるけど弱い!9314! なんとも言えないね。殴るだけならこっちの方がいいのかな。シュラ周回ならば、こっちの方がいいのかもしれませんね。ですが、これを昇級させる気はないかな。さすがに。じゃあ、修羅周回に、呂布でこれつけとこう。攻撃力、ね、大事なんで。今、攻撃力6469。まだまだ伸ばしていきたいと思いますね。もうちょっと足らないね。はい。で、続きまして、リクソンイベント限定パック。こちらを買っていこうかなと思っております。こちらの方は、星4から星6のリクソン、リョモ、ロシクが確定。それが3個。星4から星6の放棄箱は3つ。で、肉まんの台が3つ。高級経験単が10個となっております。では、買っていきましょう。はい。では、リクソンイベントバッグ、買ってまいりました。じゃあ、開けていきましょうか。星4から星6のリクソン、リョモ、ロシク。星4から星6の放棄箱。肉まん台3つと、高級経験単10個。はい。では、とりあえず、これから行こうか。星4から星6の放棄3つ、行かせていただきます。さあ、ワンチャンね。ワンチャン、戦国策の金。星6とか来てくれるとありがたいです。さあ、何が出る?さあ、来い!まあ、いいのが出ませんでしたね。では、これは餌になりまーす。餌になっちゃいまーす。とりあえず食わせていこう。で、この辺はいらないんで、食わせますと。はい。はい。では、続きまして。星4から星6の、リクソン、リョモ、ロシク。これを引いていきたいと思います。できれば、金ならば、まあ、昨日の動画で見ていただいた方はわかると思います。リクソン。昨日じゃねえや。この前の動画で、リクソンとリョモ、こちらの方は金の武将を当てております。ロシクが来てほしい。金ならばロシク。まあ、それ以外なら、まあ、どれでもいいかな。星5ならば、まあ、どうでも許すよ。はい。では行きましょう。さっきね、星5が1枚も出なかったからな。それがちょっと辛いですよね。リクソン、星4、どう?いやー、君、はい。星5来い、星5。星5が来てほしい。ロシク、星4、どう?この一撃で!いや、待てよ。これはやばいぞ。真面目にいいものが来ないパターンだ。最後。星5か、金か。さあ来い。俺がしたるものは、はい、両方、星4、どう?残念ながら、引けませんでしたね。では、とりあえず、まずは、ロシュクはこいつに食わせちゃって、スキルマーに、スキルマーもうちょいだな。これ食わせると、あと4だ。スキルマーできんじゃん。ってことは、金が来たら一瞬でもう、この一撃で!はい、食わせていきまーす。あとは、金をお迎えするだけだ、ロシュクは。そして、リョモーとリクソン。まずはリクソンか。リクソン。はい、食わせていきまーす。まあ、とりあえず金は食わせず。で、星6の50も食わせず。はい。そうして、両毛が、行きましょうか。はい。1枚銀で5なんだな。5はさすがに食わせたくないですよね。はい。まあ、こんな感じで箱を引かせていただきました。まあ、リクソンの方はそこまで引くべきものではないのかもしれません。引いてみた感想はね。こちらは引くべきじゃないかもしれませんが、こちらの方、テレビ CM 放送記念パックの方は、星3の衣装箱、欲しい方は引いてもいいボックスだと思います。なので、ぜひね、前回のイベントやってなかったから欲しいなっていう方は引いてみてください。まあ、もし、こちらの方も引きたいって方は引いちゃってくれてもいいと思います。はい。では本日の動画はこちらまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。
ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。